皆さんこんにちは、てっちです。今日はですね、あやパンがちょっと仕事で忙しくて、ちょっとこちらイベント会場に来れないということで、私がちょっと代わりに今日は、皆様にお届けしたいなと思っております。ですね、今日イベントがあるんですけども、どういったイベントかと言いますと、私がちょっと代表をやらせてもらっている利尻町活性化協議会という、団体主催でですね、利尻岩盤焼きインク姿という、イベントになります。利尻で採れた岩盤厚さ5、6ミリぐらいの、厚い岩ですね、こう炭でこう温めて、岩盤焼きと言われても多分皆さんなかなかピンとこないと思うんですけども、ちょっとググってもらえればわかると思いますが、鉄平石と検索してみると多分形が出てくると思います。その石を使ってですね、炭で温めて、みんなで焼きして食べると、なんか普通に網とかで焼いて食べるよりなんかすごく香ばしくて美味しくなります。ぜひ試してみてください。急にこのカメラを渡されて、ちょっと私がご案内するんですけども、ちょっと使い方がよくわからないので、頑張りたいと思います。後ほどまたちょっと会場の方ご案内できたらなと思っております。少々お待ちください。今時刻は3時ぐらいですね。これからどんどん人が集まってきます。はい、利尻岩盤焼きインク姿始まりました。結構人が入ってきましたね。はい、少しちょっと会場の様子をお伝えしたいと思います。さあどうかな、どうかな、放送しても大丈夫？いいよ。 YouTube いいよ。いいの？どうも、皆さんこれ YouTube に流れるかもしれない。いいですか。モザイク何度もかけれるよ。あんまり人相割りの映したの。いや、人相割りのしかいねんなもだって。どこ映しても人相割りの。ほら、何割りの映したの。人相割りの人。いた。せいじさん、どうすか、調子は？バッチグー、バッチグー。4年ぶりの。バッチグー、いいね。バッチグー。いいね。ー最高だね。最高。どうも。うまそうですね。うまそうですね。これちょっと撮らせてもらう。映るかもしれない。YouTube に。いいっすか。YouTube に映って。大丈夫で。いいな。なんかみんな粒あるけど、どこからもらったの？ステージさんがよ。わーって持ってきてくれた。素手で。どうも皆さん。どうも。動画ここは北島グループで動画です。そう、これあやちゃんに預けられた。状況取ってきてーって。そう今そのコメント入ってるから。ごへいちゃんどうもこれ自分で作ったやつでしょ？うちの畑です。ねえ、この間食べさせてもらったやつ。そうすごはい、ここからは補足情報としてあやパンがお伝えします。2023年の利尻岩盤焼き in 靴型は7月22日16時スタート、20時までの開催で、靴型商店街メインストリートで車両を通行止めにして行われました。
岩盤焼きこと利尻の特産品の一つ鉄平石を使ったバーベキューを楽しむこのイベントは、先に商工会などに電話予約をするか、当日焼き台が空いていたら飛び込み参加もできます。焼き台のレンタルは1台1000円、焼き台、鉄平石、炭、椅子などが含まれていますが、食材、調味料、お箸やお皿、ゴミ袋、トング、飲み物などなどは持ち込みとなっています。なので皆さんの焼き台の上には持ち込んださまざまの食材が焼かれています。そして商店街のど真ん中、商店街で食材などが揃えられますよ。遅い時間だと閉まっている可能性があるので、お早めに購入してください。先ほど動画にも映っていましたが、生ビールは会場でも購入できます。そしてイベント終了後はゴミなどはすべて自分たちでお持ち帰りください。観光の方には持ち込みなので少しハードルが高いかもしれませんが、イベント開催と同じタイミングで利尻にいらっしゃる方は準備をしてきて参加されたら、地元の方と触れ合ったりして楽しいと思いますよ。バーベキューでウニを焼くのも利尻らしいですよね。贅沢かもしれませんが、紫ウニは焼くのもめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちなみに焼きウニはバフンウニより残然紫ウニの方が美味しいです。長女、YouTube 出しても大丈夫ですか？ちょっとこの岩盤焼き どうですか、ちょっと一言お願いします。岩盤焼きじゃなくて岩盤浴と混ぜられる岩盤浴違う、岩盤浴違います。岩盤焼きです。4年ぶりの岩盤焼き、はい、頑張いいですか？今岩盤でサウナ作りますから、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。利尻の宮司、宮司、はい、宮司、どうも、岩盤焼きどうですか？いいですね、もう島ならではですね。まあ、テッチさんが頑張ってるから、いや、ね、相変わらずの貫禄でよろしくお願いします。ロータリーもお願いします。新書もよろしく。北見富士神社もよろしく。スイさん、スイさん、最高だな。いいでしょ、4年ぶりの楽しみしてたもんね。3年ぶり、4年目だからよ。マイナ、マイナ。前回の利尻一周の旅動画でもお話ししましたが、利尻の岩はハワイと同じ種類の溶岩でできています。利尻は火山活動で形成された島なので、岩場も多く砂浜はほぼないのですが、岩がいろいろな面で活用されています。ありがとうございます。食べてみんな。水草さん、水草さん、どうすか？そして利尻の鉄平石はどちらかというと工業用に島外に持ち出し利用されることが多いのですが、利尻の産業の中でも比重が多く利益をもたらされている産業の一つだと思います。 YouTube です。これ YouTube。 ちなみに C さんの子供の頃はバーベキュー用の網があまり手に入らなかったので、当たり前のように鉄平石でバーベキューをしていたそうです。その島民の昔からの体験から岩盤焼きのイベントは企画されたそうです。地質なのか、岩盤を砕くときに平らになるものが出来上がるのが面白いし、活用法が広がりますね。だんだんと参加している方も増えてきました。
皆さんお酒も入り、夜になるにつれどんどんテンションも上がってきますよね。ごめん気づかなかった。岩盤焼きのイベントでは、利尻クエストといういろんなスポットに行って QR コードを読み取ったり、 GPS でポイントを集めてプレゼントの抽選に応募できるイベントの QR コードもありました。これあやぱんの、あよかった、俺預けられた。なかなか結構取ったよ。野球最高ですね。最高だよ。利尻クエストのポイントを集めるのがめちゃくちゃ楽しくて、去年も今年も私も参加しています。夜には抽選会、じゃんけん大会などもあり、それが楽しみで参加される人もいたり、今年の目玉商品は42型テレビだったそうです。チコガレージのテレビも壊れてしまっていたので欲しかったです。岩盤焼きのイベントどうだったでしょうか。皆さんも参加してみては。本日の動画はここまで。また見てねー。